夢ラジオ第2270回。今日は令和2年6月17日水曜日です。時刻は午前6時半、横浜港北、水曜の朝ですね。東から太陽が昇っていて、街を白く照らしていますよ。空はスカイブルー。今日はお天気、気温も上がりそうですね。さて、水曜の朝、夢ラジオ。今回は日本共産党の歴史取り上げます。日本共産党の歴史、結党。1917年にロシア革命、ソ連ではその後コミンテルンが結成され、で、このコミンテルンは社会主義を世界各国に広げていこう、そんな機関でした。このコミンテルンの指導を受けて、その後世界各国に共産党ができ、そして日本でも1922年、ロシア革命の5年後ですね。大正11年に日本共産党の結成。今年が2020年ですから、もう98年にも及ぶ党、日本では最古の歴史を持ちます。恵比寿の小さな民家で日本共産党の結党、酒井俊彦、山川仁、荒畑寒村、あと野坂三蔵もこの結党から加わってるようです。鍋山定近、佐野学、市川昭一、こういった方々ですね。ただし、まあ1920年代、大正時代なんですけど、まだ日本では普通選挙も行われておらず、大正デモクラシーの頃とはいえ、社会主義思想に対し時の日本政府は非常に警戒していて、この新しくできた日本共産党も非合法でした。ですから戦前の日本共産党は非合法で始まった。合法化されることは結局ありませんでしたね、戦前は。結党から弾圧、しかも日本にはまあ、皇室があって、で、この皇室を共産党としてどう捉えるか。ロシアのボルシェビキはロマノフ王朝を断絶させ、ニコライ2世、その一家を銃殺してしまいましたが、一体日本共産党はそういうことをするのか、するべきなのか、そしてそれで
日本の人民の支持が得られるのか。官権からの弾圧、そして皇室をどう捉えるかという難問。設立当初の日本共産党はこれに悩まされることになりました。結局この第一次共産党と言われますが、この共産党は2年ほどで一旦解党してしまいます。自分たちで解党しました。まだ日本という風土で共産主義を行う、あるいは社会主義を行う、そんな状況には至っていない。当時の日本で日本共産党は結党するには、そして活動するにはまだ時期尚早だ。アラハダ勧存は反対しましたが、まあその他の幹部たちはとりあえずやめとこうということで、第一次共産党は解党、一旦途切れます。これに慌てたのはモスクワのコミンテルン。せっかく日本でその支部ができたかと思ったらすぐに潰れちゃった。しかも日本で潰れたとなれば、できたばかりの各国共産党への影響も大きい。早速もう一回作り直せという指示が来ました。そしてできたのが第二次共産党。この時の日本共産党はコミンテルン日本支部であり、まあ、ソ連の指導が絶対でした。ですからコミンテルンの指導のもと結党はしたけど、じきに解党し、どやされてもう一回作り直した。ただし結党時のメンバー、酒井、山川、荒畑、こういったメンバーはもう加わっておらず、第二次共産党、ここでは徳田、野坂、こういった者たちがリードすることになりました。佐野、鍋山、そして市川。この市川正一は獄に捕らえられ、大東亜戦争の終結直前に亡くなっていますね。日本では1925年、大正14年に治安維持法と普通選挙法が制定され、当然日本共産党はそこの治安維持法に引っかかるわけで、まあもちろんいいことも言ってたんですよね。婦人の参政権とか8時間労働とか。けれど、まあ最も日本で許容されなかったのは君主制の廃止、つまり皇室を打倒することを掲げていました。これが官憲の目に触れて、相変わらず弾圧。この第二次
共産党も弾圧の嵐吹き荒れることになります。夢ラジオ第2700回、今回は日本共産党の歴史、血統をお話ししました。水曜の朝です。